ココレア TV です。はい、まあ、皆さんインスタグラムとか見てくださってる方はご存知かと思いますが、先日また韓国に行ってきました。はい、ソウルファッションウィークに行ってきたんですけれども、その話はまたちょっとお用意するとして、今日はですね、結構コメントとかいただくんですけど、コーコレア散歩内で韓国のコンビニのなんかおすすめのご飯とかスイーツとかお土産とかをよく紹介してたんですけれども、それが結構好評なので、今回もちょっとおすすめなものをご紹介したいと思います。なんかね、コメントとかで載せてたキンパ食べましたとか、バナナウイを飲みましたとか、あ、ビヨット、ヨーグルト食べましたっていうのを本当にたくさんもらったので、これからもちょっと定期的に韓国に行った際はコンビニでいろいろと美味しいものとかを発掘していきたいなと思いました。そしてそんな今日はお土産にもいいし、自分で食べるのにもとっても美味しい、こちら。まあ、いろいろ本当種類はあるんですけど、はい、セブンイレブンで買いました韓国のドラえもんのお菓子たちです。インスタにも載せたかな、チョコエモンっていうドラえもんのチョコドリンク、ココアとかがあるんですけども、まあそれぐらい結構韓国ではドラえもんの食べ物とかドリンクがあったりします。まあその中、こちらはドラえもんのミニカステラまんじゅうです。そして韓国で食べてしまったんですけども、まあ写真は残ってるんですけど、ピンクのやつはドラえもんの皮の中にクリームが入ってました。はい、これね、ちゃんとカステラもドラえもんの顔になってます。はい、そしてこちらはキャンディーです。しかもこれね、めっちゃ可愛いんですよ。一個一個色が違います。開けると中からこんなカラフルなキャンディーが出てきます。てれーん、超カラフル、味もすごく美味しいよ。はい、こんな感じでこのペロペロキャンディーみたいなやつはお土産にもすごく喜ばれると思うし、こういったお菓子、カステラとかは朝食とかおやつとかにもおすすめです。とにかく韓国でまあ、日本のキャラクタードラえもんですが、全部こういうハングルで書かれてたりするだけで、やっぱり韓国もの好きとしてはいいかなとか思いました。はい、ということでぜひコンビニでドラえもんスイーツチェックしてみてください。アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。